あ、そこの姉ちゃん。そこのお前だ。俺の前を歩いてる。嘘。お前な。ておい、酔って言ってんだろ。聞いてんのかよ。ったく。あいつの命令でもなけりゃ、誰がこんな寝そべった相手にするだっつ。すうか、返事くれ。しろっけ。めんどくせえことさせんなよ。んだ、そのアホ面は。はぁ、しかし、見れば見るほど貧相な顔だな。あ？俺が誰かだって？そんなもんどうだっていいだろ。うるせえな。ああ、軽いな。見た目と違って中身は詰まってんのかとちょっとは期待したってのに、まんまじゃねえか。すまんな。おいおい、暴れんな。こっから地面に叩きつけられてえのか。だよな。いやだよな。だったら抵抗すんなよ。したって無駄だってのは、この俺を見りゃわかんだろ。力の差っつうの？お前じゃ俺の相手にならねえっての。ふぅ、なんつうか、簡単な仕事だな、こりゃ。うん。お前を抱えながら砂糖だって食えちまうしな。ったく。お前みたいな女と捕まえんのに、どうしてこの俺が出向かなきゃなんねえんだよ。意味わかんねえ。お前、特殊な女なんだろ？大体は、ルキから聞いてっけどよ。いまいち伝わってこねえ。見えねえところになんか隠してんのか？え？ま、とにかく、うぜえ、奴らがお前を取り返しに来る前に、とっととルキに渡さねえとな。ん？んだ？この匂い。ん？お前からしてんのか？へえ。確かにこりゃ特殊だわ。なんか、裏がありそうな、いい匂いだ。気が変わった。とっととお前を届けるつもりだったけどよ。これはまず、俺自身が味見しとかねえとな。なんかちょうど腹も減ってたしよ。砂糖じゃ足りねえわ。ああ？足見って何って？おいおい、何のことか分かりませんって顔すんじゃねえ。散々あいつらにやられたんだろ？体中吸い尽くされてるくせに。しらじらしいにも程があるぜ。隠しても無駄だ。だから、俺がちょっと味見したぐらいで、どうってことないだろう。今更さ。そうなると、さすがにここじゃ落ち着かねえ。俺のアジトに行くか。とっておきの場所だぜ。お前もきっと気に入るだろうさ。